簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、結論お役に立てます。どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのバラマツです。旬ダイアリーメンバーのキーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、めっちゃびっくりしたんですけど、ダイアリーに入社したいっていうことで、今回はですね、経験、スキルベースで厳しく豊真根さんを面接させていただこうと思います。実際もうサントリーは辞められて、そうなんです、フリーに解き放たれた鳥のようになっておりますよ。なるほど。で、その中で今回ダイアリーも第一志望ということで。そうですね、はい、お越しいただきありがとうございます。事業を大きくする上で本当に必要な人材なのかどうかっていうところをちょっとシビアに今回は見させていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、豊真根誠一さん、はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、豊真根誠一と申します。今社会人歴は、5年目になります。2017年の春に、サントリーホールディングスに入社をいたしまして、出向という形で配属をされた先が、サントリーウェルネスというサプリメントの、事業会社に、なります。最初はですね、CRM 推進部という部署で、主に、アウトバウンド、お客様への、こちらからお電話をして、いわゆる見込み飛脚の引き上げを、行っているんですけども、そこの、トークスクリプトの、運用ですとか、顧客リストの管理、KPI 管理なんかをしておりました。で、20年の9月に、メディア部という広告媒体を管理する部署に移動しまして、主にリスティング、検索広告ですね、と、アフィリエイト広告を一部、担当しておりました。はい、職歴としてはそういった形になります。はい、ありがとうございます。ちなみになんかサイドでビジネスもされてたっていうのを伺ったんですが、はい、そのあたりも一応伺ってもいいですか。2020年の秋頃からパワポ芸人というものを名乗りまして、パワーポイントを使ったですね、資料作成の、制作の代行ですとかセミナーなんかを SNS を基軸にして、道を広げて、いろんな方からお仕事をいただいて、副業としてやっていたんですけども、今年の1月をもってそちらに、ゴリッとシフトをして、サントリーはちょっと卒業と、いわゆる卒業ですね、退職をするという形になりました。で、今ダイアリーを第一志望で求職活動しているという体で動画を撮影しております。豊真根さん、自己 PR をお願いいたします。やっぱりですね、副業としてずっとやってきていた資料作成っていう部分が僕の、私のその強みを一番端的に表していると思ってまして、資料作成というのは、曖昧な情報をですね、大量に集めてきてそれを構成するっていう、一種ロジカルシンキングに近いスキルですとか、それを人に分かりやすく、レイヤーとして見せてあげるっていう、コミュニケーションスキル、もしくはそれを集めるためにいろんな人から話を聞いたりそれをうまくまとめるって、プロジェクトマネジメント的なスキルだったりファシリテーションスキルだったりっていう、いろんなスキルが統合したことだと思っています。でその部分で、人から、お金をきちんといただいてプロとして、仕事をしているっていうことは、一つ、あらゆる仕事をする上で、生きてくるスキルになるのではないかなというふうに思っています。ありがとうございます。今回ちょっとスキルとか実績ベースっていう、ところで見させていただいているので、これまでで作ったその資料の中で、力作のものを、なるほど、見せていただきたいんですが可能でしょうか。はい、やっぱり、私の代表作はもし桃太郎が犬猿記事に、仲間になってくれとプレゼンをしたらという30枚程度のスライドがありまして、それが私のそうですね、パワポ芸人としての代表作で、1.8 万いいねをいただいたスライドでして、それを見ていただくのが一番早いかなと思います。なるほど。じゃあ僕が今から、株式会社ピーチボーイの CEO である山川桃太郎さんになったつもりで話をしていくので、皆さんは野生動物になった気持ちで聞いてください。それではですね、私株式会社ピーチボーイの山川より、野生動物の皆様に、どんぶらこというサービスのご提案をさせていただきます。はい、まず最初今日のアジェンダです。
今日はですね、大きく4つのお話に分けて、話していきます。最初に簡単に自己紹介とご提案の概要をお話しさせていただいて、次に今日このご提案に至った背景をお話しします。で、次にご提案の詳細をお話をして、最後に、プランが2つありますので、ぜひこの場でご登録までお済ませいただければと思っております。はい、まず自己紹介ですね。私、山川桃太郎と申します。出身が桃で、趣味特技鬼退治と、なっておりますで、今日ですね、皆様にご提案するのは、端的に申し上げると、これですね、私の、ご提供しているどんぶらこというサービスにぜひご登録いただきたいということが、今日のご提案になります。はい、それでは、きびだんごで生活に安心を今回の面接の結果発表させていただきます。